得意技はローキックと重いパンチ。この K-1 グランプリ、K-1USA グランプリは賞金総額がなんと10万ドル、日本円でおよそ1400万円です。トーナメントを制した優勝者には賞金なんと7万ドル、およそ1000万円が贈られます。そして秋の日本で行われます K-1 グランプリ98へ、アメリカ代表として出場することができます。このトーナメントのルールは3分3ラウンド、エクストララウンドは1ラウンドのみの設定です。カウントは10カウント、そして1ラウンドに3度のダウンでノックアウトとなります。3ノックダウン制を採用しています。気合十分の画面右側、ビッグルーファス。そして K1K のリング初出場のペドロ・フェルナンデス、左側メキシコです。さあ K1USA グランプリトーナメント1回戦、いよいよ始まりました。画面の左側、アメリカが非常に似合う男、リック・ルーハス。大きなパンチ、そして強烈な左右のフックを持っています。今回は気合十分。向こう側は今回が K のリング初めての登場となります、ペドロ・フェルナンデス。谷川さん、はい、早くもこの重量級同士の激しいぶつかり合いという感じですね。もう本当あの K1 がラスベガスに来てですね、本当歴史的第一戦がこのリック・ルーハスとペドロ・フェルナンデスの試合になりましたね。一番何かこうラスベガスが似合う男が最初に出てきましたね、はい、そうですね。もう本当にリック・ルーハス選手というかですね、バックブローとかですね、バックキックと本当花のある技を使う選手で、もうアメリカでも本当にこういう選手を受けるんじゃないですかね、はい。石井館長、はい、いよいよ K1 アメリカ進出最初の試合という形ですね。そうですね、なんかワクワクしますね。考えを新たにするこの最初の試合です。やっぱりあのお客さんが違いますし、会場が違いますから、本当にあのいつもの見慣れた K-1 ともやっぱりちょっと違いますよね。違いますね、はい、左構えのリック・ルーファス、プレッシャーをかけていきます。しかし綺麗にガードしていくペドロ・フェルナンデス。フェルナンデス選手、本当にいい体格してますよね。そうですね、あの5年ほど前まではそれほど大きな体じゃなかったそうですが、自分でトレーニングして、あの大きくしたって言ってましたよね、はい。まあ、本当のメキシコの選手というとですね、ボクシングからの経歴中パリック強烈ビックレファス、あのボクシングが ね、 そうですね、中量級、そうですね、軽量級でチャンピオンいますから、はい、あローキックいいですね。左のアッパー、ペドロの方はローキックを返していきます。ビックルーファスのパンチ対何かこうペドロの足技という感じがします、はい、ローキック自信あると言ってましたね、右のストレート。メキシコだとあのボクシングだと言われがちだけど、自分はローキックでも自信があると、あの試合前は語ってましたから、ね、そうですね、はい。まあ、今回のこの K1USA グランプリも、まあ、3年前に K1 の存在を雑誌で初めて知ったそうですが、そうですね、あのインターネットで見て、自分で応募したということですね。やっとチャンスが巡ってきたと喜んでましたよね。このビッグチャンス、果たして1回戦進出して準決勝に進むのはどちらの選手でしょうか。ただあのやっぱりですね、リック・ルーハス選手が動いてますからね、はい、ワンツースリーといきました。この動きに最後はボディの右、ペドロ選手が、フェルナンデス選手がついていけるかどうかですね、それと顔面を捉えます、リック・ルーファス。ただこのペドロ・フェルナンデスのローキックも重いですね。そうですね、いやあの今いいパンチが入るとアメリカのあのファンの皆さんもすごいですね、はい、歓声が。そうですね、4500人以上おそらく入っていると思われますが、このミラージュホテルのボールルーム、超満員の観衆に包まれています。数々 の、 あの世界タイトルマッチですか、ボクシングの行われた会場ですよね、はい。第1ラウンド、ビッグルーハスがまず押し気味に試合を進めています。さあ第1ラウンド、強烈なパンチをこのペドロ・フェルナンデスに叩き込みました。しかしこのペドロ・フェルナンデスのローキックも重いものがあります。重量級同士のぶつかり合い、アメリカのファンたちも大興奮に1ラウンドから包まれています。ペドロ・フェルナンデス、そしてリック・ルーファス、この
非常に華やかな幕開けとなりました K-1 USA グランプリ。あ、早くも鼻血がそうです、ね、ペトロフェルナンデスから出てるんですね。あのリクルーバー選手の動き早いですね、やっぱりあの昨年以上の速さと言ってもいいんじゃないですかね。とにかく気合十分でこの USA グランプリに臨んでいます、はい、リクルーファスです。さあ間もなく第2ラウンドが始まります。 K-1 USA グランプリ1回戦、リクルーファス、ペドロフェルナンデスの対戦は第2ラウンド、3分3ラウンドで行われます。とにかく谷川さん、このトーナメントというのは、はい、ダメージ少なく勝ち上がった方が有利ですね。そうですね、そういうところがやっぱ難しいところですし、かといってお互い3ラウンドしかないから楽しんできますからね、その辺が K-1 のトーナメントの難しいところでしょうね。早期決着、はい、早い段階で勝負を挑んでいかないと苦しくなります。右から左、ルーファス、サウスポースタイルのリック・ルーファス、膝が来た。リック・ルーファス、フェルナンデスのパンチを本当スウェーデンうまくかわしますね、左のアッパー、先ほどからこのアッパー、そしてフックが決まっています。石井長、このリック・ルーファスの今回の仕上がりというのは非常によく見えますが、そうですね、よく絞ってますし、はいはい、まだただローキックに対してまだもう一つね、膝蹴りとまだ慣れてないですね。そうですか、だいぶ練習したと言ってましたけどね。そうなんですね、このグランプリ出場に向けてハードトレーニングをムエタイのチャンピオン、左フック、リック・ルーファスの左フック、見事なカウンターというか返しで、フックで決めましたね。気合十分のこのリック・ルーファス、左フックでペドロ・フェルナンデスの大きな体を沈めました。このシーン、そうですね、フェルナンデスが左出そうとしたところを返したんですね、はい、まあ、何か狙っていたような感じもしましたが、そうですね、狙ってましたね、立ち上がることができませんでした。もう一度角度を変えてご覧いただきたいと思いますが、もう A spectacular counter left hook、はい、ルーファスのパンチテクニックにペドロの顎は一撃で打ち抜かれた。This is heavyweight at his best. This is K1. 決めました。